皆さんこんにちは、塩飲みはじめです。今回はマジかよ、とある E233 系が引退する驚きの可能性について皆さんに紹介していきましょう。 E233 系、特に京葉線の E233 系といえばまだまだ導入されてから日が浅いですよね。実際まだ更新工事も始まってませんし、そんなに古くはありません。ですがなんと驚き、 E233 系といった新型通勤電車に将来的には交換されるかもしれないっていう驚きの編成が存在するんですよ。一見するとなんかこれ嘘くさいデマにも聞こえそうですが、今回はそんな驚きの噂について分析したので紹介していきましょう。京葉線 E233 系5000番台についてまずは軽く振り返っていきましょうか。京葉線 E233 系5000番台は2010年から製造開始されています。本来実はこの京葉線って E233 系5000番台が最初は来るはずではなかったんですよね。もともとは E331 系っていう形式を導入する予定でした。ネットでは有名なニートレインですが、まず試作車を1編成製造しました。この1編成14両編成20メートル車重量相当ですが、こちらが1本作られたんですよ。この電車はなんか DDM とか、あとは連接台車とか結構ネタ要素が多い電車ですが、結論としては故障が多く、特に台車周りの強度の問題やメンテナンス性とかいろいろ正直言って問題多かったため、 JR はこれを増備することなく、その代わりに E233 系の5000番台を製造することになったんですよ。結果的にこれで京葉線の古い国鉄型はみんな交換されていき、209系については武蔵野線に転用されていきました。ただ実はこの209系の京葉34編成だけは残ってですよね。209系京葉34編成は本来は E233 系に交換されてもいいはずですが、未だに実は約10年以上ずっと交換されず残っています。 JR としてはもともと E331 系が1編成、 E233 系がそれ以外という感じの体制で電車を全部交換しようと思ったのかもしれません。ですが現実としては E331 系故障がひどく、もうどうしようもないっていうことから廃止になりました。その際209系の500番台が1編成残ったんですが、これを交換する E233 系とかは全然製造したんですよ。ちょうど京葉車両センターでも209系の武蔵野線向けが一定数存在するため、特に抱えておく分にはそんなに問題ありません。京葉線はそんなに超高性能電車を使うほどダイヤがきつくはなかったりするため、正直言って性能的には500番台でも全然足ります。製造年数が約10年ほど差があるため、まあ、ちょっとこの点は心配ですが、それ以外は特に早急に交換する必要性もないんですよね。まあ、実際そういうことから分かるように E233 系5000番台が導入された後しばらく1編成で活躍したものの、普通に機器更新を10両全部実施したり、しばらくはちょっとここの京葉線で活躍していきそうな感じですね。ちょっとなんか他線からそろそろ電車をもらって、なんかこの500番台も天気になる可能性が一応あるっちゃうんですが、この噂話については今回の話とは、まあ、全然関係ないため割愛しますね。まあそんな感じでまだまだ年数としては若い部類で、機器更新すら、まあ、実際 E233 系5000番台は経験してません。なんか0番台そろそろ機器更新されちゃいかっていう風な感じで、5000番台の機器更新はまだまだ先なんじゃないかなっていう風に思われます。そんな E233 系ですが、なんとこの5000番台の一部編成が京葉線から引退してしまうっていう驚きの可能性が浮上したんですよね。一体いつ頃引退するのか気になるところですが、ここからはこの引退の噂について詳しく紹介していきましょう。具体的にどういう感じの噂かっていうと、 E233 系5000番台の分割編成が京葉線で運転を終了するっていう話ですね。要は分割編成が京葉線から引退するってわけです。ちなみにこの分割編成についてはもともと201系存在しました。確かそれを E233 系が同じく6+4の編成にして
交換したはずです。元をたどると確か103系にも分割生成があった記憶ありますね。そんなに期間は長くないですが、確か記憶では103系によるナルトを割来機ってあったようななかったような、まあ、ちょっと間違ってはすいませんって感じですが、103系も黎明期に確か直通点があった記憶があります。多分103系から始まっている、まあ、201系は絶対に入っているという感じのこの京葉線の 6+4 の編成ですが、なんとこの 6+4 の編成が E233 系5000番台で終わっちゃって、これ以降は走んないじゃないかっていう風な感じですね。というかそれ以前に E233 系の 6+4 の編成が京葉線内から追い出されるっていうちょっとびっくりな話があるんですよ。確かに 6+4 の場合、重量固定に比べて中間運転台がある分輸送力は多少減るんですが、正直京葉線がこれで問題になるタイミングってそんなに多くはないんですよね。これが田園都市線とかあったら話は変わってくるんですが、京葉線は少なくともそこまで著しく混んでいて輸送に支障をきたしている感じではありません。まあそういう言葉ってちょっとパッと聞いた感じはっていう風に思う方もいるかもしれませんよね。それではどうしてこんな驚きの噂が流れてでしょうか。結論としてはワンマーカーが関係しています。ワンマーカー京葉線されるのっていう風に思う方もいるかもしれません。実際京葉線のワンマーカーについてはまだ公式プレスが発表されてませんからね。一応なんかまだやるのかは決定したい感じです。ただ実は通過性が JR 東日本公式より間接的に発表されています。 JR 東日本の千葉の労働組合が発表した資料ですが、なんとこちらでワンマン運転を拡大することが記載されてました。そしてこのワンマン運転をする対象路線が含まれてましたね。一応なんか短い編成で今後ワンマー化していきそうな対象線区が結構含まれてましたが、中には中平成長平成ワンマン運転で特にこちらを仕様で初めて分かったっていう線区も一部存在します。今回紹介する京葉線やその関連路線、武蔵野線は多分この資料で初めて分かったんじゃないかっていう風に思われます。両路線ともにこれまで特にワンマン運転に関する情報やあとは試運転とは一切なかったので、ちょっと驚きですね。今後ワンマン運転を開始していくセックにこの E231 系 E233 系の武蔵野線、あと209系の電車がもしかしたら使えるかもしれないって感じで、結構すごいことになりそうです。京葉線には一応特急型も走ってますが、こちらはワンマン化されないと思いますね。さすがに特急型は通満でしばらく、まあ利用状況的にもあとは普通にいろんな面でされそうですが、あでも JR 九州にはなんかワンマン運転特急電車があるそうです。ただこれらは基本的両数も結構短いため、さすがに房総半島の9両とか10両は難しいでしょうから、となるとまあさすがにしばらくは特急型は通満で運転するでしょうね。とまあこんな感じで労働資料経由ですが、京葉線が今後ワンマン運転対応していくことが一応想定されていることが判明しました。もしも仮にじゃあワンマン運転したらどんなのかについて分析していきましょう。結論から言うと、今回のネタである E233 系5000番台分割編成は、実はこのワンマン運転する際に法律に触れる恐れがあるんですよ。具体的にどういうところから分かったのかっていうと、平成13年版鉄道に関する技術上の基準を定める省令という資料から、なんと第6節第86条においてワンマン運転の法令に相当するものを記載してんですよね。ちょっとなんか長い感じですが、まあ、要はこの場所に結構今回紹介するこの E233 系分割編成が法令に引っかかる恐れがある文言があったですよ。法令によると、客室において旅客が運転指令所と相互に連絡ができる装置の設置、その他非常時に旅客の安全を確保するための措置を講じなければならないという感じで、ちょっと長いんですが、今回の分割編成がちょっと問題になり得ることがあるんですよね。これに関する補足情報として、鉄道に関する技術上の基準を定める省令等の解釈基準についてという資料によると、乗降時の
旅客の安全及び異常時の旅客の避難誘導に支障を及ぼすことがないことということがはっきり書かれており、まあ、当然ですがこれはワンマン運転する際に必要な条件と言えます。そしてこのことから分かる通り、先ほど紹介したような E233 系5000番台分割編成はこのルールに対応してません。従来ツーマン運転であれば基本編成分割編成に運転者賞賛が乗務しているため、結果的に運転者賞賛が一応安全確保する要因として配置されているわけですが、ワンマン運転する場合 E233 系5000番台が通り抜け対応にしないと当然ですが避難誘導等ができません。基本編成にもしも乗務員が乗っていて何らかの事故で電車が運転できなくなった場合、誘導する必要があるんですが、この誘導作業が当然基本編成しか係員の人、まあ、要は運転手さんですね、運転手さんが移動できないため、法令上は結構ワンマン運転する分には問題生じます。完全無人運転だったら別ですが、まだ JR はそこまでのフェーズには達してません。ただワンマン運転であれば一応現在結構 JR 東日本でも実現可能そうな感じで、重量固定編成の E233 系でもできそうな空気になっています。ただやっぱり E233 系は現在当然あの前面の形状ですから通り抜けできませんよね。まあ要するにこんな感じで E233 系分割編成は運転手さんが車両の移動をもしも緊急時の場合できませんから、運転手さんが避難誘導等ができません。ドアコックを一応なんか一旦車両の外に出て操作をし、はしごをかけるっていうことはできますが、さすがにこれでは結構時間の問題とかもあったりして、もしも火災や京王線ジョーカー事件みたいなことが起きたら、まあ、ちょっと難しいんじゃないかっていうふうには感じますね。やはりこんな感じで安全の法令から結果的には非常に厳しい結果になりうるかなっていうふうに感じました。それではどういうふうに対処すれば良いのでしょうか。まず考えうる方法は E131 系を導入することです。該当電車を E233 系から E131 系に交換するというものがありえます。実は確か分割編成って基本的に運用が固定されていて、緊急時以外は分割編成の運用しか入んなかった記憶ありますね。間違えてたらすいませんって感じですが、一応現状は分割編成は分割編成の運用だけ入れば一応運用上は足りる感じです。もちろん基本編成の運用に入ることはありますけどもね、まあ、とはいえ分割編成はそこだけ入れば十分っていう状態になっています。そのため E233 系を分割編成限り一応ワンマン運転で連結しても編成の端から端まで移動が容易な E131 系の電車を使うことは一応長編成ワンマン運転でももしもかい実現すれば可能かなっていうふうに思われます。もしくは E233 系を先頭車をいわゆる連結採用改造に改造するっていうのもありますが、まあこれは結構めんどくさいでしょう。となるとまあ結局最終的にはこの E131 系のような新車を導入するか、もしくはそういう運用自体を廃止して全部重量固定編成化するかの2択ですね。まあその場合は電子レンジこと E233 系を導入するとかいろんな方法がありえます。一応こんな感じで分割運用そのものをなくすっていうのもありえますね。分割運用自体は1日1本なると勝浦行きがあるんですが、それだけです。まあそういうこともあって運用数はそんなに多くないため、この列車をぶっ潰して代わりに重量固定編成の数さえ一宮行きとかそんな感じで運用すればまあ一応は大丈夫かなっていう風に思われます。勝浦って聞くと結構インパクトが強いですが、実際は数さえ一宮に結構人が降りて数さえ一宮から先に行く人ってそんなに多くはないんですよね。昼間は実際に2両編成のワンマン運転区間を6両で走行していることもあって利用者はそんなに多くなかったりします。まあそういう事情もあるため潰してもまあこっちの方面についてはしょうがないのかなっていうふうにもちょっと感じる旨は全くないとは言いませんね。まあとはいえ勝浦方面からの通勤需要を拾っているため、まあ廃止したら結構大変そうですが、一方東金線については結構そこそこ乗る人がいますね。朝の時間帯でも結構普通に東金線内だけでシートがほとんど奪う感じなんで、まあ普通に需要ある感じです。少なくともニーズがあまりにもなさすぎてガラガラだから廃止しようってレベルではありませんでした。
一応こんな感じで代替された E233 系が一部存在するでしょうが、こちらについては房総半島の209系を降下する感じになりそうです。6両編成4両編成が少々要するに余っちゃうんですが、これについては房総半島の中編成ワンマン運転で活用できそうです。末端ワンマン運転とか、あとは東金線系統で使えそうな印象ですね。実は総武本線とか東金線はさすがに2両では厳しい印象です。東金線は普通に4両編成6両編成が使えますし、特に千葉駅への乗り入れを考えるとさすがにちょっと千葉駅まで2両編成で運行することはできません。となったらまあ4両とか6両になるわけですが、ちょうどこの E233 系5000番台がその両数になっています。6両編成とかについては結構ここら辺の運用で活用できそうですね。それぞれ4編成あるんですが、そのうち2編成か3編成か使用し、残りの編成は予備にすればまあ普通に現実的な運行体制になります。あと総武本線の全く化も結構4両編成持っていってワンマン運転する価値はありますね。総武本線は確かに利用者が結構意外といて、2両編成するとちょっと昼間でも立ち客多数になる危険があります。さすがにあの線香4両編成で、もしくはそれ以上の編成したいとちょっとさすがにいくら昼間でもあまりにも乗車率と需要がかけ離れた状態になります。となるとまあやっぱり E233 系のこの4両編成もまあ十分このナルトを調子感だけで普通に4編成は使えそうですね。一応こんな感じで E233 系の編成についてはまあ余った編成についても特に廃車にすることなく転用できるためそんなに問題にはならないでしょう。ちなみに法令の86条の2について、まあ、さっき紹介したものの一部ですが、実はこんなこともありますね。それはただし係員が乗務することにより非常時に旅客の安全を確保することができる場合はこの限りでないっていうふうに書いてます。まあ、要は一応この観点から分割編成の運用については2万運転で残すことで分割編成はキープすることができるっていう発想があります。分割編成はもう多分この場合本当に最低限の運用しか回さないでしょう。特に冷却した状態では東京駅までの運用と、そしてそこから新名足の前の入出庫だけっていう風になりそうです。分割した後については普通になるか単独運用で往復しそうですが、逆に言うとそういうちょっと変則的な状態になりえますね。一応この法令を見ると2万運転であれば当然運転することは OK になっています。ただこれじゃあワンマン運転できませんよね。さすがになんかこれじゃあ建前上ワンマン運転でも実質2万っていう感じで、あまりなんか地域削減の効果はありません。まあ一応最悪これで対応することもできるっていうのは押さえておきましょう。ただやっぱり個人的にはまあ基本的にさっき紹介したような感じで、まあ配信するとかそういうのは全然あり得る範疇かなっていうふうにも感じました。なお E233 系の分割編成自体は10両編成換算でさっきも紹介しましたが4編成ずつしかありません。まあそんな感じでさっきは新車を作るパターンを紹介しましたが、実は他線から E233 系を持ってくることでもいけそうな感じです。例えば中央線ではなんか10両編成1本余ってますし、まあ今現在は無理ですが3、4年後にはあまり得ます。また他の線区京浜東北線等でも実は減便等による見直しで編成が若干余っており、まあおそらく機器更新が1000万台あるため、この機器更新が終わった後は編成がちょっと暇になることから、この機器更新が終わったタイミングで京葉線に一部編成を持っていくっていうことはできそうです。まあこんな感じで各線からちょこちょこ電車を持ってきて4編成5編成集めれば、いわゆるこの分割編成4編成を同じ E233系で交換できるため、まあこの点はそんなに問題ではないでしょう。そしてこの余った6足4の編成は房総の千葉のローカル線のエリアで活躍する感じで、まあ普通に活用できますからね。特にだっか早期の交換とはいえ廃車にはなりませんし、一応一体とはいえそんなになんかもったいないことをしたわけでもありません。本来 E131 系で交換するはずだった40両分を E233 系で交換する感じですし、まあ特に E233 系の運用についても別にそんなに問題ないですね。実際 E233 系京葉線から直通ってしますし、
特にこの千葉エリアで E233 系が導入されることによる運転のデメリットってそんなにないでしょう。保全体系についてちょっと E131 系とは異なる点がやや面倒くさいかもしれませんが、まあそこまでこれも問題にはならないでしょうね。一応 TIMS っていうモニタリング装置を搭載してますが、これはすでに同じ幕張作業センターでも E257 系統が搭載しています。まあ普通にこんなことからも分かるように、別に TIMS を搭載している E233 系を幕張に持ってくることはそんなに問題にはなりません。部品自体もそんなに E233 系は珍しいものではありませんし、まあ普通に管理はできるかなっていうふうに感じ合います。まあちょっとこんな感じで E233 系か E235 系か E131 系か、はたまた減便で減らすのか、ちょっと詳細は不明ですが、意外な形で京葉線にちょっと規模は小さいとはいえ本当に新車が来る可能性浮上しました。これまで正直 E235 系京葉線とかそんなの、まあまずおかしいんじゃないのっていう風に個人的に感じてましたが、ただやっぱりこのワンマーカーを踏まえると決してそうではないっていう風に感じましたね。もちろん規模も小さくなく、京葉線 E233 系はほとんど全部残る感じですが、まあとはいえやっぱりワンマーカーをする場合、普通になんか新車を数編成導入して重量固定編成を増やすってのは、まあ普通に現実的にあり得るかなっていう風に感じました。方法がなんか普通に車両工場で作るか、それとも既存の E233 系線から小規模な改造をして持ってくるのか、まあちょっといろいろわからないところが現状多いですが、まあ普通になんかこれまで正直おかしいと思っていたこの説も、まあ多少はあり得るのかなっていう風に最近感じました。なんだかんだで K34 編成っていうちょっと特殊な編成も整理できますし、まあ普通に今後の対応として個人的に現実的にあり得る範疇かなっていう風には感じました。まあもちろん絶対そうなる保証とは全然ありませんが、今後こういったことは全然あり得るっていう風に感じましたり、というわけで皆さん今回の話を聞いてどう思いましたか？もしよかったらぜひコメント等書いてくれと嬉しいです。コメントをする際ぜひクリーミーってタグを書いてくれと嬉しいです。また面白いと思ったら高評価あったり、もっと鉄道のことを知りたい方はぜひチャンネル登録して私と一緒に知っていきましょう。このチャンネルでは鉄道に関する新しい情報や未来に関する推測情報も発信していきますので、興味あったらチャンネル登録してくれると嬉しいです。というわけで今回はこれで終わりしましょう。バイバーイ。